で自分たちが頑張ってきた練習の成果を十分発揮できるように集中して一戦一戦頑張りたいと思います。みんなの期待を裏切らないようチーム一丸となって一戦一戦集中して頑張りたいと思います。女子はですね、やっぱりディフェンスからこう頑張って、自分たちの持ち味を出すチームですので、まずはしっかりそのディフェンスの方相手にプレッシャーをかけられるようなディフェンスができるように、大会に向けて頑張っていきたいと思います。女子はみんな本当にバスケットボールが大好きで、今日に至るまで本当にいろいろも問題もあったんですが、それを乗り越えて、今日までやってきたので、とにかく悔いを残さないように、平常心で頑張ってもらいたいなと思います。